ああ、みんないるわ。お話、する祈り続けている。うんー。俺は残ったのか。え、残った他の人どこ行った何人かいなくなっちゃったね。まだ止まってないんだよね、電車。あ、やばい、無限列車編できる。<laughs> できるけど。いや、登るんだろうけど。こっちは行けないか。 なんか、てんてんてんだ。あ、んあ、みんなの見れるな。あ、見れるのか。記憶のかけらもらった時点で見れるようになってたのか。えー、じゃあ見ちゃう。じゃあ見ちゃうよ。このタイミングで見ちゃうよ。 看護師43歳が10年間にわたって患者を殺害した事件で死刑の判決が下りました。殺害したと思われる数は100人を超えます。末期患者の点滴に化学物質を混ぜ、犯行に及んだとのことです。犯行の動機として苦しむ姿を見るのが耐えられなかったと供述しており、あ、最後に言い残すことは、私は正しいことをしました。たとえ地獄に落ちようとも、 これが私の信じた道です。他には、ありません。ああ。安らかに。ああ。私は、間違っていたのでしょうか。こういう人いるよなでも看護師になったら、 やっちゃダメだよ。そりゃあダメだよ。あのー、死刑執行の床の穴が開くボタンって3人ぐらいで同時に押すんだよね。誰が落っことしたかわからないように。ボタンを押した手当てとかも出るらしいよね。これは殺し屋さんか。あお前か <laughs> お前かよ あ、頼む抵抗しないでくれ。あなんで殺人に作った捜査自滅行為だよ。薬だけはやるねって信じてた。俺も昔は信じていた。裏切ったのはそっちの方だ。綺麗事ばかりじゃやっていけないんだよ。そう、あんたは綺麗すぎるんだ。組織はボスが変わってからおかしく寝れやがった。クソ、そればっかりはどういったぜ。めっちゃ考えるじゃん。いい加減目を覚ませ。俺だってわかってるさ。話にならんな。 処分だ。打ちたくねえか。うわああ。グハとんでもねーああ。この時の人なのか。俺も。あんたみたいに生きられればよかった。なるほどね。地獄行きと天国行きで。 こんな差がね。スリーの子か。痛ーいだ大丈夫ごめんね。大丈夫だよ。気をつけてね。はーい。ひーーー、ふ、み、透けてやがんな。<laughs> お、あいつは持ってそうだぞ。痛ーい。 おう、気をつけろよ、坊主。ごめんね、それじゃ。おい、待てや。ええい,いきなり殴る本気で大人は、ずるいや。パワー的な意味で。そう、治安が悪かったのかしら、街の。そういうこともあるかもね。 あ、ツイッター教じゃないこれ。従う者には希望を逆らう者には死を我々は彼の国に、かの国かな正義の鉄柱を下す我が国に栄光あれあ、アルストッツかに栄光あれ。わーぐハほんとだ。誰か裏切ったな。愚民どもが。えー、みんなの見れるな あら。失礼、お手洗いに行ってくるよ。ええー、待っているわ。えふふ、<laughs> 今まで楽しかったわ。ああ、そういう。保険金目当てお待たせ。早かったね。さあ、二人の未来に乾杯しましょう。う良ければその前にグラスを交換しないかい。え、なんで ただの幻滑ぎだよ。いいだろう。私、マティーニ苦手なのよ。おや前飲んだ時、好きって言ってなかったっけか、感づかれてる。そうだったかしら。本当に苦手なのよ。最初の夜に君が頼んだのはマティーニだった。その場のノリよ、しつこいわね。君のことは調べさせてよ。あ、結婚歴4回。すべての夫が変死している。探偵か 私が、バカだと思ったか先ほどトイレに行ったふりをして、すべてを見ていたよ。あ。えさあ飲みたまえ、乾杯しよう。え飲めないんだね。悪いけど帰らせてもらうわ。そう。あ離して離せさようなら。キャー 愛していたよ。あちゃ。あ、あちゃー。普通におことされたんかい。この人ストーカー。うおー眩しいやった自由だお、じいさんおはよう。今日はいい天気だよな。<laughs> そうですね。お勤め終えたのですかなええ、15年かかっちゃいましたがきっちり償いましたよ。 15年そうですか。それは本当にお疲れ様でした。ちねええ償えるものか。ドン。ちょっと意味が。なんだよ、これ。時が戻らない。え <laughs> どういうこと時が。 えどういうこと <laughs> なんで時を戻せると思ってるんだやっぱりあの人はあの女の子のお父さんかなわわなんか作ってる今日の様子はどうかな殺して、ああして、殺してのやつ。おやおや元気そうだね。殺して。生き残った実験体は君だけだよ。 きっとお母さんやお父さんも喜んでいるよ君と一つになれてねああああああ殺してうるさいねまた電気ショックでお仕置きしちゃおうかなあああ殺すんああ美味しいあははは これがバイオハザードの始まりってわけか。大きくなった。ねえ。いや、でもマットサイエンティストの死に方としては、いいんじゃないやった私の実験は成功だわっははぐちゃのやつじゃん。自分の実験の結果に殺されるなんてよかったじゃない。あれまたこの路地裏よう久しぶりひ、あなたは、 金そろそろ返してくんねえかなそろそろ僕ちゃん切れちゃうよね僕ちゃんか。さ、借金は返し終わったはずです。んー、リって知ってるん原本の3番、3倍ぐらいになってるんだな。ばっばかな、半年も経ってないのに。知らねえよ、契約書読めばけ、警察にあ持ってるじゃねえか、金。 そう、それは今月分の給料返してくださいお願いします知らねえよ、頑張って働きな。すんな。あバカにすんなくそ。雑魚が。<laughs> 最後の言葉それかい。闇金の人だったのかな。ええー。 こんな、なら、並んじゃうなんてな。天国と地獄が。よかった気づいて。見れるって。ドロシーちゃんもいないしな。やっぱり無限列車編か。僕たちは、いそ坂、ああええー、ゆ、許してくれど,ど、ど、ど、どうした心入れ替えるからよ。無理ね。 チャンスは与えたわ。どうどどどうしたあら、いいところに来た。この男はね、あなたの娘を死に追いやった超本人なの。え成長しても結局クズはクズ。えやっぱ時間がすごい経ってるんだ。経ったり経ってなかったり、いつ死んだかは関係ないみたいな。毒でもないチンピラの出来上がりってわけ。 これを。すちゃ。ふふ、大丈夫よ。あなたはもう合格だから。え好きにしなさいいや、できねえクマさんにはできません甘いね。いや、やめろあああ、そういう感じ終わったよ。 試すようなことをしてごめんね。地獄へ行く魂はこうやって選別されるの。え何か聞きたそうね。どうなった虚無に送られたよ。あ。他の見込みのない魂もみんな。何か聞きたそうね。あ。残ってる三人は見込みがあるんだ。選別。見込みのない魂をこうやってまびいてるの。 汚れた魂を転生はさせない。何か聞きたそうね。ちゃんとしてんな、地獄。君は一体、悪魔だよ。え地獄の番人みたいなものかな悪魔なんだ。もうそろそろ駅を、降りましょうえー、まあ、一回死んでるし、でも撃ってもよかったかもな、そしたら <laughs>。あんな風になるなら、撃ってもよかったかも。 ああ、やっと着いた。へえ、ここが地獄かー。ここで出会った人たちとはもう二度と会うこともないでしょ。別れの挨拶でもしておいたら。へえ。死んじゃって10歳にすらなれなかったんだ。絶対生まれ変わってやる。ああ、行っちゃうのか。地獄の苦しみ。それを乗り越えた先に転生がある。 来世では仇になるかね。仇以外になる方が難しいと思うんだがな。地獄に落ちるのは覚悟の上だった。でも、どうすればよかったのあの人は大変だな。哲学。まあ、人を殺すのは良くない。どんなに苦しんでても、人が手を下すのはおかしいよね。あなたは、 娘さんを助けに虚無に行こうとしているの生き方分かってるのわかんない。実はわかんない。撃ってもらわないと。<laughs> バカだね。勢いで地獄来ちゃったの。そう。見てらんない。カロンの川まで案内するよ。それくらいしかできないし。ええー、ありがとう。別に好きでやってるだけ。優しいな、悪魔さんはな。さあ行くよ。ありがてえ。 いろんな人がいるないろんな人と出会っちゃったなうーん。起きないなえやっぱりダメなのかな起きないなあここがキョムあ気づいたの 起きた起きたイエーイ起きたよー。心配したよ。なんだごめんね、僕のせいで。何もないけど、ゆっくりしていってね。くつろいでいって。ま、あ、虚無だから本当に何もないんだろうな。ここにお客さんが来るのは初めてなんだ。よかったね。なんか、嬉しそう。おお。なんもない。<laughs> どうしたのここはどこここは虚無だよ。僕の生まれたところさ。えほんと何もないんだ。えどうしたの君は誰僕はナイティえちゃんと名前あるんか虚無の悪魔さ。えチェーンソーマンに出てきそうだね。どうしたのうちに帰りたい。それは無理だよ。虚無からは出られないよ。 なの本当に虚無から出られないの虚無から出られるのは僕だけなんだ。<laughs> でも今は元気じゃないから出られないよ。クマさんに殴られてからなんだか食欲がないんだ。え監禁された。なんでみんなを食べたのお腹が空いたからだよ。でも僕は外に出るべきではなかったかもしれないね。 僕は迷惑な存在なようだ。ま、ああんなことしなければ別に出ていいと思うけど。悪い人なのそうかもしれないね。絶望を食べれば食べるほど元気は出るんだけど、自分がなんだかドロドロしたものになっていくんだ。うーん。この後どうなる君がこの後どうなるか。それは、ちょっと説明が難しい。え そんなことより遊ばないええー、ちょ、あた忙しいのよね。何かして遊ぶじゃあ。じゃんけんじゃんけんえっ、ー、と、グーチョキパーのやつそう。グーチョコランタン。やってみよう最初はい、そうまグー。じゃんけんぽん。グー僕もグーだよ。わあいこ、アイコ。アイコでしょ。ああ、グーだと負け 悔しいもう一回チョキ僕グーだよあやったー僕の勝ち運がいるね <laughs> すごいじゃんけんの考察運がいるねそう。えー、じゃあ、鬼ごっこするか。鬼ごっこいいよじゃあそっちが鬼ねあ待て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 あ捕まった うん、テキストが吹き飛ぶ。<laughs> 何かして遊ぶじゃあ、かくれんぼ。かくれんぼね。じゃあ、君顔にね。目を閉じてね。よーし。もういいよーええー、どこ <laughs> どこん今何か。今何か音がしたような。ああ 見つかっちゃった呼吸かな今の。あなんかズザザーっつったけど今。こんなに楽しいのは初めてこれって友達かなええー、まあ、友達だよ。うん。友達あ。サッカーボールの幽霊が。おや卵 サッカーボールこれはサッカーボールかなサッカーってしたことあるうーん、あるかも。ほんとじゃあ教えてよ。確か蹴るんだよね。そう。それじゃあ行くよ。ほらできたすごいねほらずっと一人だったから。こうやって遊ぶの初めてなんだ。 うら僕は生きるために絶望を食べないといけない。そうすると自分が絶望でいっぱいになって、コントロールが効かなくなるんだ。なんやって。みんなの思い出の中にあったいろんな料理。美味しそうだったな僕にはきっと食べられないだろうけど。えー、今度作ってあげるって ほんと食べられるようになるかなふぅ。サッカーって面白いね。おやんあ。僕のサッカーボール。ああ。だ、大丈夫。今返してあげるよ。えあ。え 動かなくなっちゃった。サッカーが好きな子だったんだね。えあれ、あれサッカーボール。この子の思い出の品だったんだね。えうちょ、見てえギュルルルお腹すいたの あ、いや、そういうわけじゃん。あ、絶望だから美味しそうって。しばらく食べてないんだ。軽蔑するよね。そうなんだ。この残ったものが絶望。僕の食事なのさ。しばらくすると消えちゃうから。その前に食べないといけないんだ。うーん。でももうやめたんだ。もう僕は食べないよ。え、せっかく友達ができたし。 また怪物みたいになりたくない。食べなくて大丈夫なきっとなんとかなるよえーその子は実際は大人か老人かもしれないね。虚無での姿は現実に縛られないよ。ええー。一番幸せだった頃の姿になるのかな虚無に落ちてくるくらいだから 汚れた魂だったんだろうね。えあ。ああ。消えたね。やばい。ちょ、なんかめちゃめちゃ、ロードが。<laughs> ロードじゃないな。重いこの空間重いよ大丈夫聞こえてるうわ、はああ やっぱり君も、消えてしまうのなんだって。早く。お。さあ、ここがカロンの川よ。私の案内はここまで。すげえ。娘さんに会えるといいね。アンダーテイルでも、こういうとこ乗ったよ。虚無に行ったらもう帰ってこれないかもよ。覚悟はいいの 大丈夫。なら言うことはないわ。行くっけね行ってきまーす。先導さんって喋るタイプの人かな。これがカロンの皮か。不気味なところだ。うーん。あ、チュ。チ <laughs> ュ。すいません。 無口なやつだな <laughs> もしもーし。大変ですね。ずっとここで、川下り。うんとかすんとか言ってよすん。うん。<laughs> えうんって言えって言うからさ。話していいんだよね。めっちゃ話すわえ つけた魂ばっかで話し相手がいなかったんよいやー、ほんと久しぶり。やべ。おー。俺俺は誰かってカロン、カロンよ。私、マモリ私モリのカロン。カロンちゃんと呼んでくれて構わないぜ。カロンちゃん。顔どうなってんのほら、着くまでまだ時間あるし、質問かわん。じゃあ、そういうことで。でも時間あるってなー。 あとどのくらいかかるの気づいたらついてるよ。ええー。時間って概念ないでしょ。常識的に考えて。あ、整形。なぜ私もりよおい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 。これは生まれついての職業だぜ。そういうもんなんだ。なるほどね。虚無に行くんだよね。そうだよ。あのお嬢ちゃんがそう言っていたからね。変わってるね。普通の乗客はリンネの門に向かうぜ。 そうなんだ虚無に行ってもあるのは虚無だけだぜえー、猫見た猫見ないよあんたの行き先と関係あるのか何娘が悪魔と共に虚無に連れ去られたとでその娘は猫の姿をしているとそうなるほどねそれは虚無の悪魔だね今なら釣りでもしてみるかいえ さあさあ遠慮せずに、釣りですか。面白いものが釣れるといいね。あ、来るか来るか来ない。あれあ、でんお、そいつは雑魚だね。いいダスが取れるんだぜ。骨じゃん。骨しかいないのかな、でも。う うーん。でんお闇うち棒だね。お袋の味だよ。美味しそう、ちょっと。<や>うーん。あ、でんわなんだこれ。絶望クラゲかな苦しませるほど美味しくなるんだよ。やだなやうーん。<や>おなんだこれ。そいつは、苦しい 転生、転生。せめくでカロンの川を泳がされている人々さ。やだ。数百年後ぐらいに輪廻の門から転生できるだろう。頑張って泳ぐ姿が毛なげなのさ。なるほどね。なかなか上手いじゃないか。え <laughs> 釣り、釣りタイム終了あの、あ。 虚無について詳しく。虚無ってのは、汚れた魂を廃棄する場所。言ってみればゴミ捨て場みたいなもんさ。それらの魂は輪廻の輪に戻ることはなく、消え去るのみさ。えぇ。虚無の悪魔奴のことは俺もよく知らないが、虚無に住み着いている悪魔だと聞いているよ。奴は虚無から逃れられない運命さ。へー リンネの門地獄に来た魂には通常チャンスが与えられるえ攻めくを乗り越えればこの船に乗ってリンネの門に行けるというわけさそこをくぐればまた現世に戻れるいわゆる転生だねへえー、6回までとか6道なんちゃら6回までなのかなやっぱり娘は救える救いに来たんだろうおかっけ あんた次第じゃないかい急いだ方がいいだろうけど。急いで、ね、急いで、ね、あ、そろそろ着くよ。虚無。見えんのかな可視化できるんか。えー、ここが虚無着いたよ。あ、そうだ。虚無に行くなら灯火を持っていくといい。希望の灯火だ。火だ。 そう、それ、そこにあるやつ。希望の火を手に入れた。その光が灯っている限り大丈夫だ。戻ってくることもできるかもしれない。いいもの持ってんな。あんた気に入ったからな。本当戻ってこれたら迎えに来てやるよ。最後まで諦めなければ。きっとうまくいくはずさ。じゃあ達者でな。カロンちゃん、いいやつだな。カロンちゃん。 絶対来てくれ。なんでこんなにぐちゃぐちゃしてるんだ。